おととい、秋田市土崎港南にオープンしたのは、キラキラ食堂です。この場所は、普段学習スペースや会議の会場として地域住民に幅広く利用されています。おとといには15歳までの子どもとその保護者が無料で利用できる子ども食堂も始まりました。秋田市内にある保育園の保育士が手作りの食事を提供します。おとといのメニューは甘さ引き立つ野菜たっぷりのカレーです。訪れた多くの家族連れが優しさあふれる味を楽しみました。ここを拠点としてこう人と人とのつながりをこうあったかいなっていうふうに感じていただけるような場になっていけばなと思っております。キラキラ食堂は毎月第1、第3土曜日と第2、第4日曜日の午前11時半から午後1時半まで開かれます。